市の住んでた最初の初代事故物件の一番上ともう一つ下が封鎖されてたやんか、はい、ああの違法建築違法建築とか、はい、あそこに住んでたうちの芸人の違法建築が<ー>まだ空いてたからねはいはいはいそこにうちの芸人が住んでて毎日あのそこ表った鏡張りの廊下やねんね鏡張りやねんでそこに手形がいつもこう何個か付いてる部屋で、うん 気持ち悪いけども家賃安いからまあええわと思って住んでてんけど、はいうん、ある時にあのあの出てきてあのお風呂シャワー浴びて出てきたら着信があったからもって「実家からや」ってね、うん、で「もしもし?」って電話出て出たら「うん、お前ええー、マネージャーついてんな」ってお母さんが言うね、うん。うんうん、えなんで今風呂入ってたやろって。うんうん、いやさっきお前風呂入った時電話したら女の人が出会って、うん、あの。 お前頑張っっってててる女の人言たマネージャーさんやろって言うねんけどその女の人マネージャーやって名乗っててんてうん何マネージャーって名乗っててんて何々ですって何々のさんのマネージャーですってあ今お風呂入ってますけど彼頑張ってますよって言うて電話切ってんてそれから風呂入ってていたら30分ぐらい元電話したら出て「えっそれんやねんの そんなもん俺みたいなまだこんなの研究生みたいな芸人に家に女のマネジャー来るわけないや、うん、彼女がほんならって「違う違う誰も来てへんでこんなとこに」って言ってで次の日もうなんかそれでめっちゃ怖なってんだでめっちゃ怖なって次の日朝仕事バイト行く時にドア開けたら前のその鏡にいつも一つだけ手形がついたのが10個ぐらい手形ついてたんてほんでもう芸人もやめて帰ろうと思って <laughs> 帰ったもうやめよって。 電車の運転手さんも絶対に飛び降りる瞬間に運転席見んねんねんああそうなんですかだって確実に死にたいからだから一番最後に目合わすのが運転手さんやからそれが一番もうんか辛くてたまらんって言ってましたねあれ場所が決まってるらしいですねうんああ必ずそういう場所があるらしいんですよう読むんですかね別に情報じゃないでしょ一つは 誰かがやったってニュース流れると、あそこ死ねるんやと思って来はるんですよ、そこに。よく,ね、よくね、負の連鎖があそこに起きるんですよ。 だかからどっかの僕らもようお前ら行くのでねどっかの橋のところで自殺者がたくさん増えたってあれニュースで流れるとそこに死ねると思ってそこに気あるんですが確実に死ねると思ってそうすると何人かなってそんなやってるうちにあの大きなねその立教の上にも金網で高い網作って飛び降り自殺防止用の網を作ったりとかしてだんだんみんなやらなくなってそれが消えていってまあそこがまたなくなるってことなんですけどね。 タ蛇に電話したら軸物件住んでたら、あのー「女の声が聞こえる」って言ったんですけど僕もその話ずっとこいつから聞いてて「ほんまかいな」と思ったんですがある時俺聞きましたからねそれ<ー>俺が名古屋のホテルの部屋からちょっとこいつにタ蛇に用事があって夜の11時頃電話したらいっぺん電話留守番電話になったんでほん、ね、しばらくしたらタ蛇が着信に気づいて俺に電話してきたんですよ。はいはい ほんなら、ぐるさいんですよ、谷シの後ろ。ほん<え>でものすごいガヤガヤしてるから、俺最初、谷氏、うん、お前今、ナンバーでカラオケボックスかなんかに、ね、おんのかって、うん、大阪入ってるの思ったから。ほんなら、谷氏言、違います、違います、あの、今、あ、は、れ、い、なんですよ、あの、僕、これから心霊スポットにちょっと行こうと思って、ツイキャスやろう思ってるんで、今、名古屋の漫画喫茶おって、まこさん電話あったんで、今、外へ。 漫画喫茶の前出てきて、フロントの前です。フロントの前。外じゃないフロントの前で。入り口です。入り口で、はい、あの、ちょっと睨まれながらひ人そんですけど。そうなんですけど、フロントの兄ちゃんに睨まれながら。いや、うせやん。お前どう見ても今後ろでめっちゃカラオケの音してて、んなんかうるさいでって俺が言ったら、後ろで女の子声で、やめてよ、谷さん。 タニシ今、お前、女とおるん <laughs> 女とおるって言えよ、お前ら。片手間にね。片手間に、お前、ええって、もう、兄さん、どこの方のもうええから。はべらして。はべらして、もう女とカラオケやってんだ、もうええから。もうええから、逆に言うと気持ち悪いから、もうええから、って言ったら、次にまた女の声で、もういいから、タニシさ。 <laughs> だから、タレシもうええから、<laughs> おほんまに、お前、ちょっと、言えよおう止ま言えよいや、違うぞ、ほんまにって言ったら、その後や、<っ>一番怖かったんが、カーン、カ,カーン、カーン、カーン。タレシ、お前、なんで踏み切ろうってなってるんだ <laughs> <や>お前、<ー>急になんかお前、女の声いから急にお前、ちょっとで、なんかカンカン呼んでんぞって言ったら、ほんまにマジに、カーン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 って、ずっと踏み切ろうってなってて、急にその後、タレシの声聞こえなくなかったら、女の声で、うん、キャー,ー、えー、って聞いて、 マジか。こうこいつ。話今日心霊スポット頑張るよ。えどういうことどういうことですかどういうことですか。んなこと起きます。めっちゃ怖い僕その時は漫画喫茶ってうるさくしたらダメだから静かじゃないですか。でフロントの前でまあ一応その部屋の前とかやったら迷惑なるからフロントの前でコソコソ喋ってた。だ全くほぼ無音の状態。いやいやもうめちゃくちゃうるさかった。 俺は自分でこんな谷氏の後ろのよく分からん奴に負けるもんかと思ったんが、初めてやられた <laughs> 俺の周りに入よったと思って。どうしようもない力ですもんね。どうしようもない。しかも踏切の音の悲鳴っていやて、ののないでね。ま、や、でも谷氏はほんまにだからそういう意味で言うと、ついて、俺が聞くと思わんかったから、びっくりしたもん。<laughs> うん、何を興奮されてんのわか,からん、わいや、わからん。めちゃくちゃ怖かった <laughs> 踏切の音で悲鳴ってなんやろと思って北野ま子さんとドンズルボーというところに行った時にラジオの音が延々と聞こえてて誰も一人いないのあんな崖というかこっちででもなんかね野球中継でよう分からん音がわわわって流れてて全然ほんで後日昼間見に行ったら何にもない崖なんです崖 でも彼は絶対家があるって言い張って、だってラジオあるもんとか言うて、だからの畑かなんかでね、ほら、夜中ラジオ流してて、イノシシを消してるとこあるじゃないですか、そういうのかなと思ってんけど、後に、あのもうまっ昼間、もっぺん検証しに行ったら、にもなくて、崖、ただの崖。心スポットと言われるそうあ のが出るとかなんですけど,すけど僕ら行った時はもはだいぶ日も暮れてたので、はい、もしそのラジオを持った人が入っていったとしたら懐中電灯の光かなんかあるはずなんです。 の中でラジオの音だけが聞こえてきて、ちょっとラジオの音がやっかましい、やっかましい音なんですで、行ってみようかって言って、行ったら、行っても行っても距離が縮まらないし、遠くにもならない、ただなんか、ガシャ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 って、なんか人がわーって、なんか、言うたら野球の実況中継で、打ちばしゃ、打ちましゃとか、あんな感じの声だけは延々30分流れてる それ距離近づけんねんけど遠ざかるし僕ら下がってきたらまた音がこっち近づいてくるからほんで「野球中継がなんかちゃうんって言うぐらい音流れてたラジオでイノシシオケかんかでラジオ流してて大音量なんかなと思ったけど後日行ったらただの崖那須中西のえっと言っちゃった中西さんは最近結婚したあいつが東京に出だした頃東京でまだ仕事ないから言って。 あのカラオケボックスで、うん、なんか時々行ってるカラオケボックスがいつも求人アルバイト募集って貼ってあるから、うん、ああじゃあいっぺん、うん、俺、まあ、まだこっち東京来てまだまんまない仕事も備えないから、うん、時間の自由聞くんやったらやってみようか、うん、と思って中西がそこ行って軽い面接みたいなことして、うん、ほんなら向こうの店長が <laughs> そういえばその中西さんあのアルバイト来てもらうのはいいんですけどあの幽霊とか。 あの霊感とかありますかねって長いし聞かれて「全然ないっすよ」うん、ああそれやったらあの、うん、ええかなと思って」って「いやうちあのなんかようバイトいつかないのがなんかこう誰もおれへん部屋からピンポンが鳴って出てなんかあの子どもの声がしたりとか、うんうん、あれと片付けようと思って片付けに行ってカラオケ見にお客さん出て行った後なんかもう全部片付けようと思って出て行く時に後ろで。 あの男の子が、ねえねえとかいう声が聞こえて、それでうち、バイト、いつかなくなってるんで、ああ極力、まあま、霊感がなかったら、全然気にならないと思うんですけどって、あわ分かりました、分かりました、言って、その真ん中にそのまま家帰って、ほな夜中の3時頃にあに、携帯が鳴ってんねんって、ぱっと見たら、カラオケボックスか電話かかってきてんねん。 なんやろって思ってこの時間なんやろって思って、うん、あ,あもしもしって電話出たら子供の声で、うん、お兄ちゃん今度いつ来んの <laughs> あの初めてあの僕が名古屋でやってるラジオの CBC にまあ一遍松葉のし読んでみようって思って読んでみたらその日にあの CM がこの今コンピューターに全部 CM 打ち込んでますよねこれが一遍ん飛んで放送事故になりましたからえー<週> <laughs> うん、そんなこと起きますいや、ね、たまたますれ違ったレポートドライバーの女の子が CBC から帰る時に自転車で曲出た時に車にひかれかけましたし<ー>いやもうそだからその時もうすでにスタッフがもう楽しく二度と呼ばんとくた <laughs> <laughs> たまたまですきっとたまたまの番組やけどいやいやだからよう今日お会いしたなと思ってなんかいろいろついてそうですもんねついてそうっていうのはついてますついてますから言われてますはい ずっとお前ら行くのはなロケやってて最近ものすごくよく分かったことがあるんですが、はい、彼と神社仏閣に行くと必ずと言っていいほどあの天候が悪天候になって彼を神社仏閣の敷地内から神様が絶対に追い出そうとします。あれは怖いですね えー、もうこれあのだから東京でもや子がロケやった時もじゃあその前に六甲の,六甲、ね、六甲の中山さんの六甲の神社があるんですけど彼がしょっちゅう行ってるから大丈夫ですよ。僕があの紹介してもらった神社があるんですけれどもそこで僕絵馬を描いたんですよ描かしてもらってで何でも叶いますからここはすごいパワースポットですからってこう宮司さんが言わはるんですよ。だから 全国ネットの芸人になりたいって書いて絵馬をこうくくりつけようと思った瞬間に急に突風が吹いてくくりつける寸前に絵馬がピューって飛んでいっていやほんでその話を聞いて彼とね僕はもう何度もその神社に行ってますから「大丈夫です」言うねんけど。 夜中ねそこの結局話し合いの結果、うん、そこあんまりにもなんか不思議なところやからって言ってじゃあ泊まろうと、うん、で僕とあの<え>お前ら行くのは鎌倉監督とタレント3人で社務所に泊めてもらおうとほんで泊まることが決まってそれまで別にそんな悪天候はなかったのに、うん、いっぺんちょっと下を降りて食材とか夜買ってまた上に上がって今度夜の10時ぐらいも戻ってきたらもうあの社務所に入るまでの間に。 突風が吹きすぎて喋ってる声もあんまりよく届かないぐらいなって、えー、<笑><笑>すごいですよほんでのあの定点観測所を持って神社の鳥居のところに置いたカメラが突風で倒れて飛びかけたよそんなこと起きます <laughs> いやそれで最初はなんでやろと言う、はい、ものすごい悪天候やね、うん、ほんでもう開け方のあって帰ろうかってやったら終わりかかった時にもうやめよう帰ろうかって言うた時に、うん、なんか谷氏が神社の境内を出ると風がパカーって 止まん,んで俺これは何やろうなと思っててそれはまあ六甲の神社やって、はい、うーんと思って,てその時もちょっと何かた使しろってしたらかみさんごとのとこに入んのはもうなんか嫌がられてんのちゃうかなと思っててほんでまだいっぺん東京であるお寺四谷ね家物、はい、さんに四谷のお稲荷さんなりに関係するお寺に行ったよ、うん、お寺にに行ったらそこでの時に他のんもおって 階段図書館の桜井君もおって、うん、奥がおった時にあの境内のところのしゃぶしゃぶからそこの,そこのお,お,お父さんがバーッと僕を呼んで「はい、北野さんあ,あそこ何あの ?T シャツ着てるちょっと髪の毛ザランとした人」って「あの人何?」って言うから「いやあの松原大志ってうちの小中原の後輩なんですけどあああの人はちょっとうちの中の,の入れてほしないな」 って言われた。そこの、おれ、りょう、おたそれ、完璧じゃないですか。完璧。で僕、その話を聞かされてないまま、一人ぼっちにされたなんで、みんな、なんか、あ、いるんだよ。いやいや、で、まあ、で、ほんで、あの、お、お岩さんのところの、あの、お墓に。みんなで、こう、線香を持って、行く時にも。 そこに入ろうとそのお岩さんのところに参らなあかんのに線香をみんなでこんな束バネで持ってんのに種子が持って仙子持って歩いた瞬間からものすごいトップが降る。気走る。<laughs> 得意の突風トップが。トップがいやもうトップが半端なく得意だよ。<laughs> 僕の得意だから。<laughs> そうやね。ほんでそこもなんとか無事終わって<ー>でま次は四ツ屋さんのお,お岩さんおの神社の、はい、四ツ屋の神も、ねはい この時もこいつが境内に入るともうあの中にこう中にね本殿の中に入ってんだけどもう周りの障子が風という風が吹き当たんでパタパタって最初僕真さんが入った瞬間かなと思ってて真琴さんやっちゃいましたねと思って後ろからついて行ってたんですけど一応ロケが終わってから真琴、ま、さん出られてでもまだパタパタパタ入ってパ,パタパタ。 で僕が出た瞬間にピタってやるんですよでそれの決定的なことは僕はこれはもうこれが決定的なものは、ね、<わ>東京の羽田空港に東京の大大鳥居ってある、ねはい、大鳥居が、ねうん、そこにこんなのジャランジャランとお願い事する鈴あるやろあれがものすごいロープやね、うん、これね僕らがその谷市を乗せてそこにこう車で行く時にもう強烈な風が吹き続けてんね <laughs> 出たほ<た> <laughs> んでその大鳥に「ちょっと谷シと「お前その大鳥のとこちょっと立て」と「おねちょっと手を合わせろ」って言ってこいつがそこへ立って。 手を合わせた瞬間、後ろからここののががが、トップいいいて、つの頭を直撃しにななあれ、えー、ブーそん俺正直言うとあのまあ仕事で付き合ってますけどだんだん嫌気させてます。<laughs> 岡山君がちょっとあのロケ行って撮ってきた写真なんですがこれがねあの なんで、鬼っぽく映るというかね。鬼、えー、鬼。鬼なんですよ。これね、ちょっと、大使が送ってくれたいんですけど、これはい、大丈夫です。あのね、はい、この写真で、ちょっとまあ、ラジオ、皆さんごめんなさいね。あの、三木王将、これ昔のね、はいはい、形状跡地なんです。はい、はい。で、そこで、あの、およそ、こう、 形状で、さら、はい、し首にされた人の、真似を、岡山くんが、とて、はい、<laughs> したんですね。<laughs> 最悪や。したんです。はい、で、うん、この一枚の写真は何の影もないんですよ。中山先生見てもらっこれ一枚目ですわ。で、これもう一つのこの写真は、ここに。 黒い影が急に。え連続写真なんです。同じ撮り方ですよね。そうそう。これ、あの、桜井館長くんが、<ー>あの、ビャーっと連写したんです。おおはい、はいはい。そしたら、この1枚目と、この2枚目の写真のところに、1枚目には、何の影も映ってないんですが、おおはい、2>, 2枚目に急にですね、黒い影が伸びてきて、しかもこの写真アップで見るとですね、この黒い影、岡山くんの左頬のところにずっと黒い影が伸びてるんですけども、 これ僕見た瞬間に、はい、あ鬼やなと、角が日本に見えるんですわはい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 、いやあ、本当ですね、すねちょっとこう、にょきっと伸びてる感じがそう、にょきっと伸びてるじゃん、うん、ほんで、この岡山君の左方に影が見えますよね、影伸びてますよね、うん、で、これの写真撮った時に、この、どう見ても黒い影で、鬼の角です、実はこれ、ついこの間、中山さんの怪談イベントの時も、中山先生、去年。 撮った写真の中に鬼が写ってたんです、顔が。はあ、こういう影となってですいや、その時はもっとひどい鬼でしたけど、あれ、青白い炎の中に鬼の顔が見えたんです、あれも見てもらえて、でも今回もこれ、岡山君がこんな写真で、ちょっと鬼っぽい顔になってるんですよね、これって僕の判断ではジ邪気やなと思うんですけど。これ岡山さん ご自身がちょっとおられないんであれですけどちょっとお会いした時に実はお話しようと思ってたんですけどうわまさかのまさかおらんきにおらん時にほんな話ししかもラジオのおらんと電話したらと連絡したらと実はね岡山さんね今年年むちちゃゃくいいのはずなんです運気がすごくいい年なんですけど正直ね逆に今働いてると思ってるんですよ であの今年むちゃくちゃ仕事で忙しくって、はい、まあまあちょっと言い方悪いですけど今よりももっと忙しくないとダメな状況のはずなのに、はい、これ忙しくないのは、はい、私ね実はね間が入ってるんではないかなとこれ、まあ、ご本人おられないのにこんな話して大変悔しくなんですけどあの全て、OK、です,ですか僕は伝えます正直上言えのは伝えます <laughs> あのね,あのね 間が入ってる。はい。<ー>よくこれ人間みんなそうなんですけど、はい、間が入るってことは。間がさしたとか。あの間がさすってことで。でね、間がさすのはいいんです。はい、間が入るのはダメなんですよ。はい、で、これね、間が入るとどうなるかっていうと、物事のね。あの、なんか思考回路が順番がめちゃめちゃになってしまったり。はいはい、今しされてるんではないかなって正直思ってて、うん、で、こんだけ運気が。あの、まあ。 いいいいのに悪ってうことはね結果としてやっぱり運気すご岡村さんご自身のね。かかりりまますすで魔が差したらどんな状況になるかっていうと「朝」っていう字ありますよね「朝」。「に「魔が入るといわゆる「鬼」が入ると「悪魔の魔っていう字になりますのであれっていうのはシルクロードから「朝」が伝わった時に「朝」を吸った人がいわゆる大麻ですよね。を吸った人が「鬼」のようになってしまうっていうのは。 いわゆる、ね、思考回路がねむちゃくちゃになるんですよ。<ー>で若干ね最近ちょっとお会いしてないですけど数か月前岡山さんとお会いしてから、うん、後の私が感じたことなんですけど、うんはい、日常の会話が少しねあの噛み合わない時が若干大変失礼な言い方ご本人おられないんであれなんですけど、ね、大丈夫です、はいあのー、いつもあの噛み合わないことは多々ありますからそれはそれで問題なんですそそれはそれはで でその原因は何かっていうと今のところは私は「魔としか表現ができないんですけれどもお会いしてこの数ヶ月の間に行かれた場所とかを、うん、実はお聞きしようと思って今そのままにしてたんですよ。<ー>そしたたららもうなんかね,なね,尋ねられた場所が え、処刑状処刑場ってお聞きして。いや、ま、これ、あの、でも本人の岡山くん自体が、はい。ちょっと俺が、これ、あまりにも邪気に見える、鬼が入ってるように見えるから、ま、あの、本人は、あの、三木おしゃに連絡してみますって言って、ああ、言ってましたお笑いしてもらうと、お笑いしてもらうのは飽きませんよねって言ってましたから、まあ、一応俺は、夏休み終わるまで待ちっていう話はしたんですけど。なるほど。子供の宿題やない。実はね、岡山さんから、はい。あの、LINE をいただいてましてね。はい。で、その LINE の内容もね、 若干こう前にご一緒させていただいた岡山さんの後輩の方と私がお仕事することになってで何度かさせていただいてるのに急に岡山さんから「実はあれは私の後輩であのなのでよろしくお願いします」と「今日こうまるっていう人と美樹さんが仕事をすると思うんで」みたいなのが突然来て以前から数回お仕事させていただいてますんで初めてではないんですってメールお返ししたらそれっきりメールが返ってこなくなってたんですよ。若干実は、ね あのそろそろしなくちゃいけないなと思ってて、なるほど。原因が今日分かってよかったです。いや、良かったです。いや、これはそこで入られたかどうかわか、いやでも僕はどう見てもこれ鬼っていうか邪気やなと思うんですね。横島な鬼の角にしか見えないですから。でしかもあの細く伸びてる左の頬に長くこの鬼の頬の影が見えるでしょ、阿美ちゃん。はい。すごいですね。すごいでしょう。伸びてるでしょ。そっちのね。この間一緒に飲んだ時に彼の左頬と左の面 のとこの瞳の動きがちょっと若干おかしいんですよピクピクするんですわ。実はね目に出るんですいやだって前までの岡山の顔とあからさも違いますよあのこれも非常に語弊があったら申し訳ないんですけど瞬きの回数が減るんですあの減ってましたわほんまですかほんまにいやいやこのいやていうか昨日やろこれ収録してる 昨日俺飲んでったから俺の前におったからなんか左目がこの鬼の顔やっていう話をしてずっと収録して取り合ったご飯食べた時に左目だけがなんかこう開いた状態になってるじゃあちょっとどうですかおっさん。 早速連絡を取りたい、はいと思ますごい <laughs> こんなお前放送階段の収録中に岡山の身に変が起きてる話をしながらいいのかなと思いながらでもなんかこんなんとでもやってる限りはねまあね最近でもよく言われるんですけど写真撮ったら右の顔と左の顔が全然違うっていう,いうそうなんよすごいもうあの,あ,のあれやろあの行ってないやろ北野誠の心霊探偵団であれどこ行ったんやったっけ 首切り場で僕がふざけたやつですよね。そうや。あれやっぱふざけるのはよくないというなんでしょうか。結局あれから三木保章と相談して三木保章と同年代やろ。同同級生です。同級生やろ。同級生なんですね。同級生同級生。えこのお二人が同級生なの。それも怪奇現象なんですけど。どっちがどうなんでしょうか。それでやそれで結局三木保章に相談して、何章はお笑いをしてもらったの。あのご祈祷を。 していただけるというお話になりました。はい。はい。まあ、それでちょっと免れてる部分もあんのかなって思ってます。あ、も、し、たんですか。え、一応ね、させていただいてるんですけども、今お会いしても、やっぱり目が、片目が白いんですよ。あの、首切り場の写真、僕見せてもらったんですけど。なんでだ黒い鬼の影みたいなのが。岡山さんの、こう、下に、映っていて、その角が目を突き刺しているような。そうです。それの、突き刺さってる側が、僕で言う左側なんですね。はい。 うん、で結構ねあの実は心霊スポット行かれたり、はい、まあ心霊関係のねお仕事されてる方って最終的に目を取られる方多いんですよ。目を取られるええー。で若干ちょっと私それを心配してまして、えー、で今日はまたちょっと終わった後にきっと改めてさせていただこうと思ってます。ありがとうございます。岡山君がなぜ来ているかというのはですね、はい、実はあのミッキーお嬢にどうしてもこの人形を鑑定していただきたく。 あの、まあ、先ほどから辻アナウンサーが目を合わさないな、うん、なぜですすすかいや嫌な気がすごくしますすあの笑顔があのすごいにっこり笑った女の子の2歳ぐらいの女の子の人形ですよね、はい、でもあの笑顔が怖すぎてあんなに笑なんか心から笑ったような笑顔の人形ってありますか ありますここに嫌な気がしますこっち目が合うだけで目が合うだけでああのまこれは実はですねあのお前ら行くなというのでこれはタイにロケ行きましてこれはあのルクテープ人形と言いましてルクテープ人形あのんまり日本では知られてないんですがあのタイではですね一時期これが爆発的に売れたんですなんでですかああのま タイでこの人形がなぜ売れたタイは仏教国なんですけどもいろんな、まあ、仏教国であんまりこういう人形がただ単に普通の人形のに可愛い,いという人形だけであの売れるというのではなくて、はい、あの言ってみたら向こうのツイッターみたいなところに、うん、この人形にお坊さんとかが魂を宿らす。うん うんいうのがちょっと爆発的に入りまして<ー>でもみんなが結構魂をこの人形にいろんなタイにお住まいの僧侶の方々が儀式をしてこれに魂を宿らしたと。 そうするとタレントさんとかが仕事がめちゃくちゃ増えたとか、えー、ある方はすごい宝くじが当たったとかって言ってツイッターに投稿することによって、はい、この人形が大ブームに。 そもそもそういう目的で作られたお人形なんですかいやもともとそういう目的じゃなかったんですけど子ど用だったんです、ね、まあ子供用の遊び相手ですよねだっで見たら子供用の遊び相手ですから <laughs> まあその言うてみたらその人形でタイではところがあまりにも大ブームになったのとそのこの魂を入れた人形を愛がりすぎて魂入れちゃうと荷物扱いできないんですようん,、えー、うん荷物荷物扱いできないじゃあ段ボール入れたりとかができないんですか、ね この人形用の座席を取る人が出てきた人んですよとして扱わないということですよねそうなんですそれでタイの飛行機の会社のものをこれをどう扱うのかがお客さんと結構トラブルになってしまって政府がもうちょっとこの人形に魂入れるのやめましょうとまあまあ禁止令みたいな感じになって一気にブームは下火になったんですがそれを聞きつけた我々が。 じゃあちょっとまだ実際に、まあ、僕らはあのタイの人間じゃないので、うん、まあ海外の日本人なんで、はい、だから僕らやったらまあ別に魂入れてもうても大丈夫じゃないかなということで今回、えー、タイにロケ行った時にこの人形を手に入れて、うん、実際にあの霊能者が魂を入れる儀式をしてくれたもう中に何が入ってるかというと。これ一応人骨がえ えー、あのー、人骨と精油ですね油、うん、それと水そしてお札をこの体の中に埋め込むつまりなぜそういうのを入れるかというと油それから水お札骨一つの人間の体を作れる要素が全部入っていんです誰の骨とかは誰でもいいんですか 体を人間の体ができるような全てのものを入れてあるわけちょっとあの僕も久しぶりにまた見たんですけど、はい、顔がまた変わってますねんなでこの間ですね、はい、あの竹書房主催の会談会の時に、まあ、岡山君がこの人形を持って東京に来たんですが、はい、んその時ですね今回あの茶屋町会談になぜ岡山君に来てもらおうかと言ったら、はい、三木和尚がこの人形を見た瞬間に。はいはい これはダメです、うん、開口一番、うんはい、おっしゃったので今日はなぜ三清将がこの人形をダメと言ったのかというのをちょっと聞きたくて岡山君を呼んでるんですけどねはい三清翔はいあのまずその人形の違和感を皆さん持たれるのは魂こもってるこもってないじゃなくってね、うん、まずもって赤ちゃんの まあ、サイズですよね。はいはい、なのにもかかわらず、お顔はちょっと年上のというか、化粧してたりするので、多分違和感をまず感じるっていうのはあると思うんです。はいはい、で、それをまず差し引いてですね。あの、谷さんが先ほどされてた階段の途中に複数の男性の声がしてるんです。え,えで、それがね、このお人形さんから聞こえたんですよ。私はで一瞬途中ちょっとあって、私があの岡山さん指さしたと思うんですけど。はいはい あのタイミングで私には複数の男性の声が聞こえててで、これ何を言おうとしてるかと言いますとねこのご遺骨、うん、本当に一人の方ですかねそして女性ですかねそれはか私ねなんとなくあのご遺骨ってね、はい、ご家族の方があの大切に保管されてもちろん日本で言えばお墓に収めますしただねこのお人形さんに入ってるご遺骨っていうのは 1まあ一人の方ではなくって複数の方の少しずつ集めたようなっていうのはあのまあ仮想場ありますよね。うん、で大体、うん、関東は全骨って言って全てを摂取さんに渡すんですけど関西の場合は一部骨はもうあとあの葬儀所で処分されるんです処分というか合肆されるんですけどおそらくねその合肆されたお墓から持ってこられた骨ではないかなと故えに。 複数ののの方がその人形の中に入ってられるんですよ、ね、で、この「骨」って言いますのはねあのとあるお経によりますと骨の中に「ごっていうのが宿るって書いてあるお経があるんです。で、うとは何かって言いますとその方が生きてきた今までの罪であったりいいことであったりっていうような、まあ、徳であったり罪であったりがあのご遺骨に入るので。 ゆえに土に戻さないと、輪廻転生できませんからね。まあ、あの、あんまり言葉じゃないけど、強欲って言いますか、ね。そうですね。ええー、欲が深い。はいはい,はいはいはい。強欲。わざと書いて、強。あ、そうです。そうです。で、まあ、その強を、あの、許そうというのがお笑い芸人の方とかって、人の失敗談をこう。笑いに変える。うん、強を、悪のまま置いとかずにも、笑いにして浄化していくっていうふうな、お仕事だと私は思ってて。 でそういう意味ではずっっっとととと持てくいうこと語うこはがどまましんですよね、はあえー、でもしもですよ、はい、そのご遺骨の中の一人の方が大きな罪を犯した方のご遺骨が混ざってたとしたら「はい、私は良くないな」と。でもしも「いい方のご遺骨に当たったから」といってまたこれも喜べるものではなくってやっぱり一つの あの霊体としての供養っていうのはやっぱり続けていく必要性があって、うん、途中でで投げ出せないんですよだからまあ,あの言うなれば本当にペットを飼ってしまったというような、うん、でもっと言えば人を人を一産んでしまった、うんはい、でそれがまた複数にわたっていればなおさら供養っていうのは大変なことだと思うんですよね。うん 頑張ってください。いやですよね。そうなりますようまこコさん。違うんですよ。あのねちょっとニヤっとしたもいや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 。実はあの僕もね、今回のこの岡山くんがその人形を手に入れたことで、今回茶屋町会談に、まあ岡山くんがやってくるということで、まあ僕と谷氏が信頼してるとある方にその人形の写真を送って、この人形どうでしょうと。 言ったら、えー、電話をいただきまして、はいえー、言われました。はい、そんなもん持ってたらえらい目に遭うよ。ゲー。ーまごさあの携帯に今ある写真をすべて消しなさい、うん。むっちゃある俺。削除しなさい。<laughs> 写真以前にも人形がありますからね。<laughs> せやねあんた写真がめっちゃあるわけじゃない。<ー> <laughs> 人形抱いてるが。はい。ご遺骨を抱いてる状態ですからね。<laughs> あの言ってましたけど三木教授とほぼ同じ見解で、はい、あの何が入ってるのやら分からないものを入れてはいけないうっていうのはもう <laughs>、まあ、割と皆さんこれ常識まあでも今まで大体ホラー映画で小さなお子さんが亡くなった時に、はい、その小さなお子さんがあの可愛がった人形とかにその女の子の魂が宿ったと思って、うん、人形を可愛がっていたら実は。 邪悪なものが入っていたっていうのは、よくホラー映画ではあるパターンで。何がだから、その、何が魂というのものが。そんなうまいこと、その女、亡くなった女の子、魂が入るわけじゃなくてうん、うん。そうですね。邪悪なものも入ってくる場合があると。いうことなんで、多分辻さんの見立ては正しいと思います。はい、まあ、私としては、やっぱりご遺骨なので。あの、人骨ということがはっきりしてるんであれば、なおさら。 あのー、私はもう出して供養してあげる方がいいなと思いますね、えー、これでもそのその魂を入れる儀式っていうのはタイでタイでやった,やった俺もまこさんも目の前で見てるからそれ見てますただ 人骨っててを受けてるけるど、うん、僕はちょっとその人骨かどうかも分からないと思ってるのでひょっとしたら獣とかの骨を今安上がりでし仕込んでしもてる場合もあるのでだからないものをと、はいうん、しかもあの改めて僕その方に削除せって言われたから写真全部見直したんですけど、はい、魂が入れる前と魂を入れた後の。 ビフォーアフター見ると、顔が違うんですよね。どう変わってるんですか。え、なんかね、はい、あの嬉しそうなんですよ。入れ,やっぱ入れた後の方が。ううも,うものすごい嬉しそうな笑顔をしていますよね。嬉しそうな笑顔をしていることが疑問なんですか。辻さん。はい、あんなになんか、人のような顔で、満面の笑みの人形は見たことがないです。うん、はい。口見るもツヤツヤですよね。うんうん、なんか、言葉は悪いですけど、不気味だなって思ってしまったんです 岡山まくん大丈夫ですか。いや、どうしましょうかね。いや、どうしましょうかね。ただ、まあ、あの、出すの。何を。背中を。出してしまいます。お前が。お前が。全員で。全員。いや、でなんで、俺が。もう、それは知らないじゃないですか。なんでお前、お前おかしいやろなんで、今、俺らと一緒に出すことになってんの。いや、僕は。 いや僕じゃないそれはやっぱりちゃんとした儀式を <laughs> そうですねただね、はい、あのこのご遺骨がもしもまあ人だとしたら、はい、で特にね今ちょっとお話しされてる時に、はい、男性の声が聞こえたのもあるので、はい、私ねこれね日本でというよりもやっぱりお生まれになられたタイ、はい、お亡くなになられたタイで供養していただく方がいいような気がしますね。<laughs> <で> <laughs> いことなってますやん今、うん、いや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 でただまあそのいいことがあったっていうこともあられるわけですよねほか、はい、の,の方でそういった方っていうのはいいお骨で、うん、あるいはそのお骨のお骨として人形としてではなくってねお骨としての供養を続けていかれた結果いい、まあ、家宝があったっていう方もおられるんでしょうけどね、うん、いやだから運気の巡り合わせの「え悪い」っていうのは、うんはい 本当に例えばねあの、まあ、ちょ例えばそれが中に入ってるのが例えば動物の骨やったとしても、はい、あの一時幸せをもたたらしてくれりりする時ありまする、ね、あまだからそれでもたらしたあと最後に転落するとか、うん、っていうのもあるのではい、はい、何が起こるかわからないので、はいまあ、少なくともこの話を聞いたとしても1年ぐらいは持っててもいいかなと思いますけどね。うん もう1年っってて言くださいよ、それやたら年ぐらい持ってって言うてくれた方が会わないもう1年ぐらい持っててもうていやまあちゃんとねちゃんとしますけど僕ちゃんと枕元も置いてこのお話されてる時でも私はね、やっぱり目が気になるんですよ僕のですかええはいえ枕元に置いてちゃんと寝たりしてますよあ 自分とこでじゃあ供養しおたき上げしましょうかということは言ってないってことは、はい、日本で受けてくれるところないような気がしますけどねえ私も正直ね、はい、ないと思います、えー、でもし受けるっておっしゃったら、はい、怪しいと思いますね、はい、なるほど、えー、やっぱりお魂入れられたところに行ってあ<ー>、えー、しかるべき方法で出される方がいいでしょうね。う魂入れたところで できるはずのないことをあのやりますっていうのは怪しいということですね。怪しいですね。うそうかも何にも気にせんと普通にあのなんかあのいわゆるあのオタき揚げのところにポンと捨ててしまうかよね。 いやそういやいやいやもうなんかもう気になりだしたらこんなもんこんなもんね気になりだしたらずっとこれもう気になるしそうですよねはいわかりますわかりますだからもうえいやっとねあの、簡単におたき焼きの正月バンとたき火の中に入れてしまうからですねまあ、私は反対しときます もうセオリー通りで行くのであれば、はい、タイに行ってこのなんてうんですかお祈りしていただいた方に取ってもらうのが一番ベストでしょうね、うん、でただ、その方がそれをまた入れるのはいいけれども抜、まあ、っていうんですけど、はいうん、魂を抜く抜根はしないという方も中には結構おられるんですよ、うんうん、入婚しても抜根をするのは嫌だっていう、はいうううそれはどういう考え方から来るからるというと。と せっかくお魂入れたものを殺してしまうっていう,う、ね、だからあの産むのは産みますでも殺人は受け負いませんっていう祈祷師の方もおられるのでうそうなってくるとまたねややこしいなとは思いますねもう今は本当に大切に <coughs> ちょっとお祭りする形ぐらいでお持ちになった方がいいでしょうねだからもう本当にあのここは覚悟を決めていただいて そうですね。もう、まあ、言い切れないですけど。あの、本当言うと、ご遺骨ですから。やっぱり、あの、年会があったり、お経をあげる機会、が本当はあるべき。そうですよね。ものですからね。はい。ええ、まあ、私の心配は止まらないということ。ですはい、ということで、どうなっていくんでしょうか。まあ、とりあえず、まあ、ずっとも預かっとくとしかないという。解決せず。いや、もう、せんず。だから、もう、住職の。遠隔で。 お止めてもらうとか、なんか、そんなできないっすか <laughs>、はい、ごめんなさい、やっぱり心霊スポット、僕らも行ってるけど、はい、あのなんかもうぎりぎりまで行って、ここやばいなと思ったら、やっぱり、引き返す勇気いるよ <laughs>、うん、いや、ましてね、あのハイソンとかで、何が暗闇で、僕らもお前ら行くの時ハイソンとか行ったりするんですけど、はい、一度昼間行っとくんですよ。うん、っていいううののは ある程度、昼間に歩ける感じしとかないと、夜いきなり行ったら、本当に腐ってるとかいうのがよくあるんで、枝とかがね、そうすると、ずる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 とか滑ったりとかするんで、や床か床抜けてたりとか、ね、床抜けるの結構多いです。そうそうほんで、古い釘、こうなってたりするんで、<ー>怪我の可能性高いんでね、タレシの場合はいきなり昼間も行かんといきなり行ってますから、やり <laughs> ですね、まあ、無駄がないあの、沖縄とかのね、離れ小島であの、海から神様はよくやってきますので、 沖縄は結構海の神様が多いので、えーえー、そこのところの海からやっていくところ道はきれいに整備してやるから、うん、そこを何かいあの、うん、観光できたやつがそこをなんかいらんことすると、うん、すごいたたられるといわれてる場所多いんで、えー、沖縄の離島なんかはね。はいということでございましてな,かなかまあくれぐれも皆さんだから神社跡地は, <laughs> 跡地は意外とでもね神社跡地ってね わかんないです戦前からとか昔からあってあの神社移転させたりとかしてたりとかするのと、うん、あと廃神社になってるところも結構あったりとかしてっていうのでわからないこと多いんですけどね、うん、とある京都のお寺の,あのお母さんが何かん 寝てった時にまあお母さんちょっと離れて寝たはってで、まあ、ちょっと外あのトイレがちょっとこう渡り廊下みたいな京都の町屋ですからの渡り廊下みたいなとこあって、うん、ここのトイレあってふっとみたらこっちのは一番端のおばあちゃんの部屋でなんか夜中に急に明かりがついてると。 いつもまあ大体いいおばあちゃん8時半から9時ぐらい寝てんのにこの夜中の1時ごろに何してんのかなと思ってパーッと行ってあのお母さんまあおばあちゃんとかお母さん年齢的にはおばあちゃんですけどまあ自分の親やから「お母さんお母さんちょっと開けるよ」ってパッと開けたらなんかこうかけ物してて「何してんの?」って何してんのですか?」って言ったら「あれなんやろ私なんでなんでなんかこの目覚めてなんでこんなもん書いてんねやろ」うとか言うて。 ねあまあまあ、とりあえず、そんなこともあるから、もう年やなと思って、夜中に目覚めることもあるけど、何書いてんねやろうなと思って、まあ気にせんと、まあ寝てもうたんですけど、また寝てたら、またしばらく経ったら、また、なんか夜中にちょっとまあ寝ようかと思って、12時ぐらいになったらまた電気がついて、で、またなんかおかりついて、また、あれ何してんねやな、うちのお母さん、と思って、もうちょっともう寒いし寝させ、寝させなあかんわと思って、パッと開けたら、またなんか一心不乱になんか書いてる。で、それな、何なんですかみたいな感じになって、で これ何書いてんやろうと思って、自分はもう結構ええ年やけど、なんか一心不乱にばーっとなんか、その、死みたいなのを書いてるんですよ。うん、で、何をこんなもん書いてんねんと。で、死みたいなだけど、読んでみたらなんか、バイクはどうのこうのとか。うん、あへえ<ー>、バイクという詩を一心不乱におばあさんが書いてあって、はいうん、ほんで、これ何です、んやろうなと思って、自分の息子に見せたんよ。見せたら、 えって、なんか、すごい達筆やねんけど、書いてる詩を読んでいったら、 どう見てもこれ尾崎豊の塩をずっとあああの盗んだバイクそう盗んだバイクで走り出してきたいなのをずっと書いた、うん、ほんでそれが初日目で3日目ぐらいとかにはなんかそのなんか尾崎豊の卒業みたいなのも書いてあった夜の校舎<ー>そういやそう窓ドバラスみたいな達筆 <laughs> やけど息子やんだねおばあちゃん絶対尾崎豊か知らんねんけど、うん、これが尾崎豊かが亡くなってから半年後ぐらいに出来事やねんね<ー>ほんで その書いてもうたもんが TBS に送られてきてんけど、確かにみんなで見てけど、<laughs> この尾崎豊がいた歌詞で、これは一体何がうちの母に起こったんでしょうっていうねんやけど、まあみんなそれに対して、これでもどう取材すんねんって話になって。うんうん、だって、ね、だってもう現場に行ってね、必ずその辺に書いてくれるわけでもないし、<laughs> うん、ただおばあちゃんによく聞いても、よく覚えてないねんけど、なんか書いとかなあかんと思ったんやと。 うん夜中にふっと目覚めて「あ書き留めとかなあかん」んって思ったんやってて結構な枚数だからその,このそこの住職が気づく以外にもなんか結構な枚数を書いてあったらしいんだけどあれは何がついたあのナイトスクープの,あのカメラクールのお母さんが「お、ま、子、あ、さん心霊とか詳しいですか?」って言って「なんで?」って言ったら「<coughs> うちのおふ夜中に寝言で。 侍の言葉喋ってるなね急に夜中むっと起きて、なんか、なんか、なんか聞こえると思ったら。お袋の部屋から侍言葉聞くが、誰がおんねんってと、開けたら。えー、お袋がこうやって起きて、ずっと。はあ、えー。拙者,拙者とか。拙とか。 結局 <laughs> <laughs> 人形ってまああのね和歌山長島新聞でもそうですけど、はい、おたき上げとかで、うん、最後やっぱりあの捨てる側もみんなね、うん、やっぱりなんかちょっと気持ち悪いんですよね。ねの僕のあの、ね、知り合いの方で聞いた話で、うん、あの人形がまあ。 言ってみたら、子供さんが遊ぶ、普通のドールの人形やったんですけど、それ同じで、子供の時によく遊んでたんやけど、なんかどうも、もう娘さんも大人になってきたし、捨てたいけどって言って、で、もう家族でこれどうやって捨てるとか言って、お焚き上げに持っていくしかないんじゃないと。で、まあ、もうその同じですよ。あの、もう大学生ぐなったらもういらんし、部屋に飾ったけど、捨てようかもう汚れてきたし、 って言ってたらなんかあの自分がこう寝てて人形校に置いてあるけど、もうすぐお別れやね。と思って。寝てたら、うん、朝起きた。ここにおったりとかするから。うん、ほんでもうめっちゃ怖くなって。 早くお焚き上げに持っていこう。ってなって、家族でとりあえずとある有名なあの、あの、横浜の鎌倉の方にあるお焚き上げをする神社に、お焚き上げの日があるので、もう人形供養の日みたいな時に。持って行って、ちゃんと供養しましょうっていうことになって。まあ あの娘もでもこれ今日横で寝て気持ち悪いから「早くお父さんも早く」って言ってでお父さんもその人形持ちながらでも長年娘の元におって <laughs> せやからこれ燃やすっちゅうのもなとか思ってんねんけどまあ あのほんまに燃やしてうちに災いない、ね、人間だとか思うねんねそういうのを燃やしてしもたときに災いが起きるんじゃないかとか、うん、そういう嫌な気分とか嫌、まあ、な苦の連想とか感情が湧いてくんねんけどでもやっぱりこれはもやさんとも昨日ねこれもし持って帰ってもし今日また何かあって夜また娘のとこ歩いてたりしてもうえらいことになるから、うん、それでなことも昨日ここにあったのにとった意識ないのにここで寝てられた日にはもうあんたしかも布団に入っとったしみたいな話ですわ。 最後気持ちを決めて「じゃあすいませんがよろしくお願いします」と向こうのね向こうの神社の抱えの方がこうやってバーって燃え盛ってる方のところにこ人形を持って「ほい!」ってやったら「ギャーって悲鳴が出たんよ。え周でお父さんも「わっ魂を持ったかもしれん」と思って <laughs> 家族全員でわなわな震えた時にそこの偶然さんが言った一言が「ようあることです」って言っし よく, <laughs> よくあることですぐあんのやよくあるの,あるのみたいな <laughs> よくはでもほんまに悲鳴みたいな時々聞こえるらしいもやした時におたましが完全に抜け切ってないと火が緑色になるって,って、うん、あそれ<ー>どっかで僕も聞いたことありますねあそうですか、うんうん でも、粟島神社のね、あの和歌山の人形供養のお寺なんかは、もう言ってきますけどね、あの僕、いっぺん取材で行かせてもらいましたけどね、まあ、あのお焚き上げもするけど、もうほんまにいろんなさまざまな人形があるんですが、一番隠れてて面白いなと思ったんが、みんなもらってどうしていいかわからん、バリ島の人形ですね。<laughs> あれ、めちゃくちゃ多いです。 へだってあれみんなバリのね神聖な神様を掘ってあるから言うけど一応日本の国ではないとこの国ではバリでは神様の掘り物じゃないですか。 それを日本にたまたま持って帰ってきて友達から持ってるけどいらんやんこんなもん。あ一番迷惑ですよね。人形一番迷惑。お土産で買うのはやめましょう。そう絶対バリ島なんかで買ってるやつでもほんまみんな。だから青島神社の裏の方行ったら見えないようにあるけどめちゃくちゃバリ島の。バリ島ステージがバリ島ステージがバリ島エリア。バリディズニーランドと同のバリ島エリア。バリ島エリアとかあと置物ものカエルエリア。カエルエリアありますね。 ほんま,にね、まあでも平良正門さんとのんの首塚はカエルの置物だらけですあれはあの飛ばされたサラリーマンが首が戻るカエルというところからカエルの置物を収めるのがめちゃくちゃ流行ってるんで通ったらびっくりするぐらいカエルの置物置いてますけど、うん、皆さん。うん いいずれ本社に変えるとうかお札って言ってなんかよくばかってないけどええ、はい、こと書いてあって、まあ、それを家に飾っとこうとかするのはあるんやけどだからあの、うん、いわゆるおまじないってあるじゃないですかコ、はいンのおまじないっていうのはそういうん、恋のおまじないってのは何々ちゃん何々さんが好きで、うん、こっち振り返ってようなんだけどだん,だん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 と彼氏に彼女ができないように彼女があったら呪いが行くように絶対、うん、に別れるようにだん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  ないいが呪いになっていくんでだからお,おまじないと呪いはで一いですからねそうやんね。うん、んで,でもそれも本当にねお札の効用を分かってないと怖くてまあ実際あのもしかしたらカットしていただけなくいけないかもしれませんけど宝くじが当たるとか、まあうん、その家を建て直すとかっていうのを実際やっぱり作ると当たるんですよ。私も実際 当たって今年なんですけどやっぱりそれをちゃんとやるとええとさらっと言いましたココがあるんですよねそんなコのはいほしいやそういう部分使ったらあかんって聞いてるんですけどねお金だとかね。これは実はね使い道までをあの確約しないと作れないですそれね 前の先代の天津神社の住職さんが俺に言うてはったことですごい覚えてることがあのみんな,あのなんか神様に何かする時にみんな神様に一方的にお願いするとあれ結局あの神さんもいやいやだからお前それしたら。 どうすんねんそうでって言うのを、うん、あれ、神さんの絵馬書くとか、うん、お願い事を書くのは、神様との契約なんですよ。そうです、そうですね。うん、だから、今、あの、パワースポットとか言われたとこでも、なんかね、あの、ま、あ出雲大社なんか行った時も、みんな、 あと、出雲大社なんかすごいパワースポットでしょ縁結びの神様として。ほ、うんで、それでばーっといっぱい、皆さんね、絵馬にいっぱい書いて書けたはんねんけど、うん、で最近皆さん、神様に願い事聞いてもらうのに、こんなでかいとこで細かいねどこそこの,あの大阪市松村大社はわからんから、わからんから、こと細かく書いて、願い事もそれがいっぱい書くんねんけど、ただ、みんな間違ってんのは、 その願い事がかなったら私に神様にどうしてくれるんと。それも書かなあかんたんよ。うん、だからそのさっき、もう亡くなられた先代の天津神社の住職さんが、宮司さんが俺に言ったのは、そのある人が、うんうん、いやもうとりあえず宝くじ当てたい、宝くじ当てたら、とりあえずこの本年立て直すぐらいの、まあ、1億当たったら、もう3000万、5000万、半分は神様にあげますわって言うてはってんけど、ほんまに当たってんねん <laughs>。その天津神社のその,あの、宝くじ当たった人は、はい 別に宮司さんがあったわけじゃなくて一心不乱にお払いしてあげればと今日この足でどこそこの宝くじ売り場この方向に行きなさいって言って言ったらほんまに当たってん当たったからほんな本堂建て直すためにご寄付よろしくお願いいたしますって言って本来なら1億当たった5000万やとか言って手合わせてそうやって言ってはったのに500万ぐらいしか渡さんかったたでもそそしら年後にの方 あっさりと若いのに病死したって。えー、だから、そんなこと言うてて、神さんと契約して嘘ついたらあかんねんと。神さんは、それはあんた臨調金ったんからそれ、本殿立て直すためにあんたに足を使わせたかもしれんねんから。そやのに、結局、そんなことの約束も保護にして、うん、まあこれだけでも責めていてくださいって。結局さやって、そんなことする人間は、ほら、こんなこと言ったらあかんけど、早よ死んだりとかバチ当たるんやと。うん、神様は、 荒ぶる神もいっぱいいてんねんからとまあ、ね、そうですねなんでみんな神様っていい人ばっかりやと思うんやろうな貧乏神もおりゃ荒ぶる神もおるわけやから、まあ、かだから神様とまあもう正月近いからそうですね <laughs> 皆さんいいこと聞きました、ね、正月だからそり作法作法するときにどんな作法をすんねんって言うたらちゃんとやっぱり手合わせ拝むにやったら竹内さんのとおり1万ぐらいはおそらく、ね <laughs> ね、怖かでたら もう一度おなじましたね。昼間行くっていうのは僕よくやってますよお前ら行くなてよくやってます前の晩になんかだってさ夜のとこ行ったら周り見えへんやん懐中テントだけで僕らバッテリーライト炊いてるからまあまあある程度見えんねんけどそれでも昨日の夜あんなとこ行ってこんなとこでなんか音聞いたけどだから僕ら北海道のカムイコタンっていうあのあのアイヌ語で言ったら神様が鎮座するところっていうとこ行った時に、うん 本当に山の向こうからなんかすごい楽しそうななんか音が聞こえんねんなんか笛の音とかそれがなんかうっすら僕らのカメラにうっすら入ってんねんけどでも僕らの耳にはなんか山の向こうに何か騒いでるやつがおるっていう認識はあって<ー>夜中の2時頃それやってんけどでもまあ山ね急な山やったから夜中の2時頃いきなり懐中電灯登んのは非常に怖いってことでやめてで次の日。 あのお昼間にもう一度その山登,り登って山の頂上まで行ってんけどどこにもそんな人が遊ぶようなとこがなかったっていうのがあって、うん、じゃあ俺らの聞いたはあれは何やってんやろうと。